白色オベリスクは、北部イラクにある古代アッシリアの都市ニネベで、発見された大型の石柱。イギリスの考古学者、ホルムズ・ドラッサムによって1853年に、発見された。シャルマネセル3世の黒色オベリスクと並び、完全な形で現存するアッシリア帝国の2点のオベリスクの一つである。両方とも、大英博物館に収蔵されている。 白色オベリスクは新アッシリア時代初頭頃の作品であり、作成年代はアッシュル・ナチル・パル・一世、ティグラ・トピレセル・二世、アッシュル・ナチル・パル・二世の知性等、諸説ある。白色オベリスクは1853年7月にイギリスの考古学者ホルムズ・ドラッサムによって発見された。発掘報告書によればこのオベリスクは、 千ヶケリブ王の宮殿の北東約60メートルあたり、井岡の表面から深さおよそ5メートルの場所で発見された。1854年3月にムンバイ経由で軍船 HMS アクバルでロンドンに運ばれ、1855年に到着し、直ちに大英博物館のコレクションに加えられた。白色オベリスクは石灰岩で作られた非常に大型の紙面柱で、 すべての面が浮彫りで装飾され、頂上部に碑文が刻まれている。浮彫りには遠征とアッシュリア王のレクリエーション活動が描かれている。描かれた王は、アッシュル・ナチルパル一世、ティグラ・トピレセル二世、アッシュル・ナチルパル二世のいずれかに同定されている。ジュリアン・リードは衣装の様式によって、白色オベリスクがアッシュル・ナチルパル一世の治世中に建造されたことが、 わかるとする。これはこのオベリスクに描かれた多くの家臣がフェズのような帽子を被っているためで、この帽子は他に全13世紀の彫刻の例しか知られていない。この説が正しいならば、白色オベリスクは現存するアッシリア美術最初期の作品の一つということになる。戦闘場面詳細。白色オベリスク頂上部の碑文の現存部では、 アッシリア王が偉大な征服者として描写され、戦利品、捕虜、家畜の群れをアッシュル氏へと運んでいる。オベリスクの四つの面それぞれには八行の浮き彫りの描写がある。それらには王,王による軍事的遠征、蜜着物を受領する王、家臣たちの大宴会、野獣狩りなどの様々な場面が描かれている。ある宗教的場面には、碑文が添えられており、その場面が王が、 ニネベ氏の主審である女神、イシュタルの前で検先する場面であることが説明されている。ありがとうございます。